台湾台北市のスカイライン。スカイラインは空を背景として都市の高層建築物や山岳の稜線などが描く輪郭線のことである。都市の全体的な景観構造を表す人工的な地平線として捉えられることもある。イタリアサンジビニアーノの歴史地区に残ると、前世紀には70以上の塔が建っていた。 イエメンシバアームフルクは、イタリアトスカーナ地方の都市サンジミニアーノにおいて、14世紀頃の権力争いの最中、権力と富を持つ者がそれを誇示すべく、街の中に高い塔を建てていった。彼らは贅沢な暮らしをする代わりに、臨家には負けまいと塔の高さを競いながら、次々と塔を建てた。その結果、サンジミニアーノには、中世のマンハッタンとも言うべきスカイラインが、 形成されていった。2000年以上の歴史を有するイエメンの古代都市、シバームには、ベドウィン族による攻撃から、町と住民を守るため、16世紀に5から9階建ての高層住宅が建てられた。現代のシバームは、人口わずか7000人程度の地方都市であるが、この高層住宅群の存在から、最古の高層ビル群、砂漠のマンハッタンなどと呼ばれている。 サンジミニャーの歴史地区、シバームの球場壁都市のいずれもユネスコの世界遺産に登録されている。ミシガン湖から望むシカゴのスカイライン。シカゴは近代都市におけるスカイライン発祥の地の一つに数えられる。シカゴは近代都市におけるスカイライン発祥の地の一つとして数えられる。1885年。 シカゴには10階建てのホームインシュランスビルが建った。このビルは鋼鉄製の鉄骨構造で建てられた最初のビルであった。この構造はこれ以降のビルの構想化に大きな第一歩であった。1889年にはオーディトリアムビルが世界一の高さのビルとなった。1973年にはシカゴのスカイラインにシアーズタワーが加わり、 1890年以降、ほとんどニューヨークが独占していた世界一高い超高層ビルの座を奪還した。シアーズタワーは1997年にペトロナスツインタワーが完成するまで24年間にわたって世界一の高層ビルであった。近代都市におけるスカイラインの開発は1960年代まではシカゴとニューヨークにより牽引されていたと言える。 20世紀も終盤に入ると、アジア諸国の経済発展に伴って、アジアの主要都市には軒並み高層ビルが立ち並ぶようになった。上海市の歩道新区は1980年代までは一面の原野であったが、1992年に開発が始まると瞬く間に高度成長を遂げ、近代的なスカイラインを形成するビジネス街へと変貌した。 さらには21世紀に入るとオイルマネーを背景とした中東の産油国が次々と大規模なスカイライン開発計画を打ち出していくこととなった。2010年にドバイに完成したブルジュハリファはこれまでの超高層ビルの高さを大幅に更新し、この年では超高層ビルが相次いで建設されている。2013年現在では 150メートル以上のビルの数では、香港が200メートル以上のビルの数では、ドバイが20世紀のマテンロースカイラインの象徴であったニューヨークを上回って世界一のスカイラインを形成している。ありがとうございます。